Hey guys、 どうもココレモンです。今日もデッドバイデイライト実況やっていきたいと思います。今回はビーアサバイバーでやっていきます。クロちゃんでジョイナローピ、まだちょっとね喉もしかしたら咳するかもしれないんですけどよろしくお願いします。で、新しいねダウンロードコンテンツができて、ザ・ハグというね、新キラーと、あとエースっていうねちょい悪なんかもう俳優みたいなちょい悪のね、サバイバーが誕生しました。ツールボックス持ってこう。で、今回はハグをね見せれたらと思ってやっていきたいと思います。で、ストライクがねなんかバグでうまくいかないので、あの羽のやつパークでつけていきます。さあやっていきましょう。お、サバイバーポイントが 75%、勇敢ポイントが 25% アップするオファリングですね。で、ザ・ハグ、その名もねクソババア、クソババア。まあ鬼なんだろう、ババアとか老婆っていう意味なんですけど、早速やっていきましょう。いいセンスだ、ナイスセンスだ。ニアもいるね。予想しなかったな、ババアが殺人鬼っていうね。さあやっていきましょう。ジェネレーター発見。あ、みんないる？今日もやってる？やってるね。あ、満席じゃないか。じゃあ私フック壊しに行きましょう。それサボ開始。50円。そう、まあどんどんね新しいキラーができて面白いんですけど、穴をね掘ってっていうか、まあマークかトラップを開けてく、壊す、 OK、 トラップを仕掛けて、そこにサバイバーが近づいたら、ワープできるっていう特殊能力ですね。あ、いる、いるじゃないか。ちょっと見ていきましょう、皆さん。あ、田植えしてる。ほら、今見ましたか？田植えしてましたね。忙しいね。見に行こう。みんなで。田植えしたところ。あれです。これだ。これだよ、みんな。これがね、田植えしたバッグです。これ、これ。反応しそうだね。あれ、ナイス、出てきた。ナイス、ナイス、ジマタ。土に帰れ。でね、ワープしてこないとこんな感じに、土に戻ります。まあでも来るでしょうね。来た来たろう。ほら、本物の本物の田植えバー、米バー来たよ。隠れましょう。はい、もう一回田植えする。ごめんね、米荒らしちゃったからね私。飽きたろう。あ、気づいてね。ばあちゃんだから視界悪いのか。あいて。やばいやばい。ああ。こんにちは。どんどん出てくる。おいしょ。見てる、チラ見。壊せ。さあ離れましょう。皆さん見えましたか、米バーです。あれが米バー。あ、丘登ってる。さあ直しましょう。スクラッチ、オッケー。ちょっと離れましょうか。建物の中に行きましょう。すごいですよね、なんか今までの殺人鬼より気持ち悪い。さあ直していきましょう。あ、でね、これね、ドクロのトーテム、これを壊すとハグのねパークが150円。これあ、ドワイトのシャレ神戸。いや違うか、私とどっち小顔。直していきましょう。ほら、どっち小顔、150円。説明途中だったな。壊していきましょう。で、これ壊すとね、ハグのパークをまあ消すことができますね。あ、来てる。ちょっと寸止めで、あ、登ってきた。老体にはつれえだろ。来た。あ、おお。危ねえ、なんだなんだ。
まあ、タゲ取りましょうか。よし、じゃあここの板2枚使ってタゲ取りお見せしましょう。スクラッチ直せ直せ、スクラッチスクラッチスクラッチ、きた。さあ来い、遊んでやろうじゃないか。来た、来い来いか来い。さあこっちだよ、あぶね、大丈夫、こっちオーケーオーケーオーケー、諦めたようだ。スクラッチ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 、150円、いいよ。また来るかな、来た来た、逃げろ、来てる、どっちだ、とクラちゃん、ステップステップステップ、スクラッチ直すよ、おいしょ、来た。もう気持ち悪いな建物に逃げましょう、距離取ります。あ、来てるな、飛び越える、危ねえ、スクラッチ、はい、全開。さあちょっと様子見しましょう、いるね、あ、田植えしてる田植えしてます、 OK、 そこにマークつけましたね、慎重に行きましょう来た、あ、ですね、すぐ窓枠がね、このように塞がるようになりましたね。よし、じゃあ米場に挨拶しに行こう、みんなここここあるよ、ああ、出たあ、ナイスナイス、内股こんにちは、戻っていったねよし、宝箱開けちゃいましょう。で、さっきのはね、トーテム、壊すと、ハグの固有効果を打ち消すことができるので、で、それはですね、さっき炎がついてなかったんですけど、炎ついてるトーテム、これね、炎ついてるやつだけですね。なんでこれ多分壊してもあんま意味ないのかな。来たろう、どっちだ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 、後ろか、後ろだ、危ない、あ、痛い逃げろ、遠く離れましょうか、なんかここら辺にうろついてるので、米場の本拠地かな、離れましょうオッケーオッケー、回復、スクラッチ、兄が来た、直してもらいましょうか、お願い、ありがとう、どう入っても来た、あれ、ドクロされたんじゃないのありがとう、よし、じゃあ私もニアについていきましょう。ジェネレーターとフックを探しながら米バーを本拠地に向かいます。わっせ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 、いけいけ、突撃、いるいるよ、そこのフック壊しちゃいましょうね、飽きたろ焦るな、やっぱここら辺にいっぱいいるね、いる、左に行った、建物うろついてる、チャンス、さあ壊しましょう、サボ開始、いいよ、 OK、 150円、50円、来てる来てるな、離れましょう、一回いただきジェネレーター発見、よし、もう一回壊していきましょう、続きしよう、あ、な、オッケー、壊しちゃい、来るな、あ、また後ろだばあちゃんだから足音がのっそーみたいな、違うかさあ逃げろ、回復、スクラッチ、オッケー、これクロちゃんの得意技、あいて狙いすぎた、得意技見せつけろ、スクラッチ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 、いいよ、絶好調だね、かゆいわけじゃないんでね、左脇腹から右脇腹、別にかゆいわけじゃないんで、あいて狙いすぎた、150円、いいよ、どこだ、どこにいる、あいた、
来てるな。来た来た来た。よし、ばあちゃんに挨拶していこう。やっほーい、ナイス打ちまた。行こう。挨拶してったし、離れましょう。よし、どこ行こうか。ジェネレーターこちら辺ついちゃってるからね。鬼屋いる。走れ走れ。あ、ニア狙われてるね。あー、ダウン。ジェネレーターがない。あ、ついた。 OK、 じゃあゲート開けちゃいましょう。あ、ニアも回復。逃げれたかな。OK。 おいしょ。あ、来てる。米場が来てる。こっちか、どっち、こっち。あ、いる。逃げろー、米バーから逃げろー。あいてーって、ワンパン。ワンパンかい。チー食ってんじゃねえよ。大丈夫、フックは破壊したから。逃げるぞ、もがけ。ばあちゃんに担がれるわけにはいかねえ。逃げるんだ、クロちゃん、もがけ。腕長いですね、右手で。もがけもがけ、間に合うか。間に合え。米にされる。あばよっちゃな。残念だったな。逃げろ。あぶね。ありがとう、ドワイト。ありがとう。回復。すぐ助け行くよ。に離れていく。105、あ、50円。あ、お願い。お願いします。ニアはなんで離れてた？ありがとう、めぐちゃん。ノワイドダウン。さあ、助けに行くよ。さっき救出だ。多分地下室でしょ。こっちこっち。で、ワンパンなんでね。やられない程度に。運んでく。一応、音出しておびき寄せます。おわしょい。あ、蜂発見。イエッサー。お、逃げれた。オッケーオッケー。来い来い、ドワイト。あー、ニアかな、ニアダウン。直してあげるよ、任せて。ドクロにされたもんね、さっきドワイト。よしよし、スリ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 。友達だからね、ドワイト。オッケー、前回脱出ルート確保しに行きます。待っててね、まず確保していきましょう。まだ大丈夫、体力は全開。それ急げクロちゃん、友達が待ってるよ。 OK、 オープンして、さあ行きましょう。あ、めぐちゃん、おいおい。直してあげる。スリスリ、任せて。あ、ごめん。狙いすぎた、ごめんね。150円。痛かったね。アドバイト来た。ナイス。オッケー。それじゃあ、助け行きましょう。でね、多分、たくさんトラップ仕掛けてるので、とりあえずそのトラップ解除から。あ、出てきた。ほら。動かない。けど、いる。いるね。落ち着け。タイミングを見るんだ。クロちゃん。めぐちゃん突入。また出てきた。じゃあこっちから行こう。クロちゃんタイミング見ろ。スペシャル。オッケー。まだまだ。焦んな。もう一回戻る。落ち着け。オッケー。もう一回だ。いける。いけ、チャンスです。ゴー。クロちゃん助け来た。出る。関係ない。さあ行くよ。ナイス打ちまた。脱出だみんな、あいてん、逃げろみんな。逃げるんだ、コメバーから逃げるんだ。ドワイト、回復してください。ドワイト、ありがとう。背中スリスリ。友達だからね、ドワイトは。よし、二人も逃げれたんじゃない、いい感じ。反対側のね、あのゲートに行ったのかな。
じゃあ、アドワイトワイトと並走、私はこっちで来てる。さあ逃げるよとワイト。あ、来た、コメバー登場。アイムフリー。やったね、田植え。お疲れ様。お疲れ様でした。オッケー、ポイントもいいんじゃない。もう高ランクばっかり、キラーはランク1でしたね。こんな感じですね。コメバーザハグ。クソババってひどいよね、名前。あんな感じにね、トラップ仕掛けたところに近づくとごめんなさい、ワープしてきます。まあでもなんかマイケルよりはあれかな、そんなにって感じかな。じゃあ米バーに餌あげましょう。あの米いっぱいあげてレベル20まであげます。でまあワープしてすぐ攻撃できないんですよね。スタン状態が1秒とか2秒ぐらいあるのかな、1、2秒ぐらいあるので、まあそこがちょっとうまくできれば強いんですけど、でもなんか今までの殺人鬼より本当妖怪、なんだろう、エイリアンっぽいっていうか、不気味さは一番不気味なのかな。今まではなんとなくこう人っぽいじゃないですか。今回もなんかもうマジで何こいつ、なんだろうこいつみたいな。そしてナイス内股。ナイス内股。内股すぎんだろ、絶対膝に負担いってるからね、おばあちゃんの。オッケー、レベル18。安いのをね取っていきましょう。でね、新しいねサバイバーエースもねできたので、そちらの動画も、いつか上げたいと思います。なかなか今まではいなかったこうおしゃれキャラというか、ちょい悪おじさんみたいな感じですね。お、OK、こういうパークゲット。まあでトラップをね仕掛けられる、10個まで仕掛けられるので、でそれであのポイントもね結構稼げるんで、ポイントは美味しいんじゃないかな。田植えも忙しいよね。あ、3になりました。何回も田植えして荒らされて、田植えして荒らされて。クロちゃん荒らしまくったからね。こんにちは、いっぱいしたか。はい、インシリアスゲットして、 OK、 20ですね。これでパーク3つできましたね。米バーのね動画も上げていきたいと思います。はい、それじゃあ今回ここで終了したいと思います。次回もデッドバイデイライトやっていきますので、ぜひぜひお楽しみにしててください。それじゃあまたね。